今回はですね、まあ、すっかりというか少しね秋めいてきた那覇国際通りに来ています。今日はですね日曜日ということで歩行者天国、トランジットモールと呼んでいるんですが、毎週日曜日13時からですね国際通りは歩行者天国になっているということで、まあ、その歩行者天国のね状況もお伝えしながらですね秋のですね国際通りの状況を皆さんにお伝えしたいなと思っております。で11月に入ったということでですね、まあ、服装もですね長袖を着ている方がね少しね増えてきたという状況ではあるんですけども、ただですねまだまだ昼間はですね暑いということもあってですね、まあ、半袖半ズボンで、まあ、歩いている方もいらっしゃるという状況になっています。今はですね国際通りの天物館前に来ているんですけども、やはりですね先月10月に比べるとですねだいぶ人がね増えてきたなという感じが見て取れますね。わーすごい。天物館前もですね先月は結構人が少なかった感じなんですけど、今日はね結構人がいますね。で右側にですね見えてきたのがですね、まあ、今年のね2月にオープンしたばかりの、まあ、新しいね飲食店街である国際通りのれん街の前に来ているんですけども、ちょうどねこちらがのれん街になります。こちらの前もですねだいぶ旅行者観光客の方がね増えてきたという印象ですし、まあ、服装をね見ていただけるとまだまだね半袖半ズボンでね歩いている方もいらっしゃいますので、まあ、長袖と半袖の比率でいうとまだまだ半袖の方が多い感じですね。こちらが平和通り商店街になりますけども、うわこちらはですねすごい人出になっていますね。あこちらは明らかに10月よりかですね確実に人が増えているという感じになっていますね。だいぶ平和通りの方もですねにぎわいが戻ってきたという感じになっています。あこれはすごい。もう前からねどんどん人が歩いてくる感じですね。いやこれはね10月でもなかったので、やはりですね、まあ、11月に入ってですねさらにですね沖縄旅行者、まあ、観光客の方がね増えている感じですね。まあ、こちらのねマース屋さんの前も結構人がいてですね、前はですね結構中まで入ってくると人がねもういない感じだったんですけど、だいぶね奥まで入ってきても人通りがね絶えない感じですので、かなりですね人が増えてきているという感じをもう実感できるような状況になっていますね。こちらがですね一番人通りがね多いドンキ前のね交差点に来ています。わこの辺りもね左右のねこの道にねすごい人がいますね。で今日はね歩行者天国ですので信号の方はねフリーになっているんですけど、うわーすごい見てください。ドンキホーテの前もね人通りがね絶えない感じでずっとね旅行者の方観光客が歩いてるね感じが戻ってきてますね。わーこれも明らかにね10月とはね状況が変わってきたという感じですね。まあ、それでもね
まだコロナ禍前に比べるとまだまだなんですけども、まあ、明らかにですね観光地のねにぎわいが、まあ、戻ってきたという感じがね見ていて思いますね。こちらはですね市場本通りになるんですけど、うわーこっちはですねさらにすごいですね。見てください、もうほぼですねこの市場本通りいっぱいにですね人が歩いているという感じですね。もう前からもねどんどんと人が来ていますしですね、もう気をつけないとね肩が当たるようなぐらいのですね密集度のエリアもねある感じになってきましたね。うわーこの感じはねもうコロナ禍前のね状況に近いんじゃないかなというイメージですね。うわーこの辺りはもう本当にすごいな、ほぼね道いっぱいに旅行者の方観光客の方がねいらっしゃるような状況になってますね。うわこれはすごいですね。見てくださいこのねずっと奥に向かって人通りの流れがねできているのが皆さん見ていただけると思うんですけど、これはですね10月でもねなかった状況になってますので、まあ、正直ねかなり旅行者の方観光客の方がね戻ってきていただいているというのがね本当に分かるような動画になっていると思います。国際通りに戻ってきました。こちらですね左側にあるのがですね今年ね2月にオープンしたばかりのですね台湾系のねホテルになります。ホテルねコレクティブになります。こちらはですねシティ型のですね大型ホテルになりまして、まあ、国際通りのね、まあ、ど真ん中にあるですねホテルになっております。まあ、とてもねできたばかりで綺麗なホテルですので、まあ、機会があればね宿泊していただければと思います。今はですね松尾の交差点に向けて歩いているんですけども、やはりですね、まあ、こちらもかなりね人通りがね絶えない感じで、ほぼね国際通り全エリアにわたってですねもう人通りがあるというような状況になってきていましてですね、もう明らかにですね10月とは違ったですね変化がね現れてきているというのがね、まあ、今日はね特に理解できるようなね状況になっていますね。今ですね松尾の交差点をね過ぎてさらにですね県庁前のね交差点の方に歩いているような状況になっていますけども、まあ、こちらもですねずっと前から後ろからね人が歩いてくるような状況になっていてですね、もう人通りが国際通り全エリアにわたってですね流れているというのがですね、まあ、よくわかるような状況になっています。でこちらはですねちょうどこう坂道になっているので、こう上からねちょっと俯瞰してみることができるんですけど、少しね望遠にしてみるとこの人通りの多さがですね皆さん理解していただけるんじゃないかなということなんですけど、まあ、こんな感じでですね国際通り全エリアにわたってですね人通りが戻ってきているという状況になっています。こちらはですね今建て替え工事中で仮設でね営業している第一牧師公設市場になります。こちらもですね結構ね観光客の方がね出入りしている感じで人が増えてきた感じですね。中入ってみたいと思います。あ、すごい結構ねやはり公設市場の方もですね観光客の方がすごい増えてきてる感じで、もうねこの通路もですね結構人がねいる感じになってきてますね。
あ、冷やしレモンのねお店もね問題なくね営業していますね。わあすごい、結構やっぱり明らかにね人が増えてきた感じになってきてますね。2階の方に上がってみましょうか。ああ2階の方もですね結構お客さんいらっしゃる感じですね。もうねお昼はね少し過ぎたぐらいの感じなんですけど、皆さん今の時間帯でも食事をねされているという感じになっています。こちらはですね竜宮通りにあるですね国際通り屋台村になっています。まあ、まだねお昼過ぎということもあって、まあ、オープンしていないお店もあるんですけど、開いているお店もあってですね、開いているお店には、まあ、お客さんも結構いらっしゃる感じですね。まあ、この辺りのお店は、まあ、夕方に向けてね今準備中という感じだと思います。このようにですね国際通りはですねだいぶ以前のね状況にまあ、戻りつつあるというのを皆さんご理解いただけたんじゃないかなと思います。ですのでですねこれから年末にかけてですねさらにね賑やかになってくると思いますので、まあ、沖縄にね遊びに来ていただいて国際通りに来てもですね以前のようなね観光地のイメージで、まあ、楽しんでいただける環境にねなりつつあるというところで、ぜひね皆さん沖縄旅行をね検討していただければと思います。